皆さんこんにちは。こんにちは。伊勢です。新井です。今日は某会社にこういう撮影をしませんかっていうね。どういう撮影？ロケ。いやーなんか難しい課題が一個あるよね。目隠しで撃っていう。昔新井さんやったことありますね。目隠しプレイで。目隠しプレイ。はい。まあ、今回はね。会社側がね用意する、はい、商品だから商品なので簡単に言うとレビューみたいな感じなんだけど、はい、ちょっとそこにゲーム性を加えて目隠ししながら運っていうのをやってみるってことですね。そうですね。目隠ししながら運転だったらいいんだけどな。本当にありがたい話ですよね。こうやって声をかけてもらえるっていうのすごいですよ。見てる方々にもいいなと思ってもらえるように視聴者さんも僕らもこの会社もみんながウィンウィンになるようにやっていきたいと思います。はい、現場に着きました。今日取材するのはもみぬきクリニック。ちょっと俺アレルギー科があるっていうからちょっと花粉症見てもらおうかなと思ってんだよな。うん、っていうのは冗談でこっちね。はい、株式会社 SIEそうですね。じゃあ突撃。はい。よろしくどうぞ。行ってみましょう。早っ。いや、そこは別にアップせんで。休診中か。休診日だったよ。もみ抜き。あ、どうしようかな、花粉症は。どんな感じですかね。僕多分1回ぐらい来たことあるんだけどな。はい。ちょっと久しぶりですね。3、4回あります。あ、どうぞ。着きました。はいはい、こんにちは。こんにちは。今日はお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あ、もみの木診療所じゃないんですね。ちょっと1個下ですね。あ、ちょっと間違えちゃったら行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。失礼します。おお、すごい、もう並べてある。今日使うやつですね、これ。はい、そうです。おお、すごいですね。あ、とりあえずちょっとだけこう、どこですね。ハウザーさん、ハウザーさんと親方。おお、はい。あれは？あ、家別ですね。全然違うじゃん。全然顔違うわ。家別って。こんにちは、デザインの斉藤です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、まずギターが4本あるんですけど、はい、こちらにあの弊社取扱いのサーバレスの弦を4種類ほど試せるように準備してありますので、はい、こちらを弾き比べていただいてやっていこうかなと、はい、あ、じゃあちょっと弾き比べをちょっと趣向を凝らしてやりますか。じゃあお願いします。楽しみにしております。はい、お願いします。チェック。というわけでセッティングできたんですけど、フランスの老舗メーカーサバレスの弦を弾き比べてサバレスいただこうと、このギターを用意しました。この4種類のギターには全てサバレスのメーカーで作ってる4つの種類の弦が貼ってあります。で、その4つの種類の高音源は基本的には一緒ってことですか？基本的には一緒です。全て同じナイロン製の弦が貼られています。1つだけちょっとセットの関係で違う高音が貼られてるんですけれども、クリスタルナイロンね。3つニュークリスタルという名前が付いているナイロンが貼ってあります。一つだけはこのピンク、トラディショナルシリーズ、まあ、昔からある、定番のピンク弦の高音が貼ってあります。今回は特に低音の、種類を聞き比べていただこうと。できるかな、低音な、高音の方が簡単なイメージするな。今回用意したギターは、同じく弊社で扱っているアランフェスという、ギターの中でも一番入門者の方に向けて作っているアランフェスの708、まあ、708とも言ったりするんですけど、8万円のギターを全てご用意してます。なんでギター自体は同じモデルです。じゃあ僕らは一応でも目隠ししてやるんですよね、これね。なんとなく色味とかで分かっちゃったり、分かんないように。ってことは目隠した状態で何どれか分かんないと渡されて弾くってことですか？それでとりあえず感想を聞く側も書いて、はい、それで聞いた人も書くと。ああ、聞いてる人も目隠しするんですか？いや、こっちはしなくていいんじゃない。でも 見た感じはもちろんちょっとだけ色違うけど、何貼ったか分かんない。一応新井さんマスクでこう。いや、マジですか。マスク。それでやってみてください。
これで1本目、2本目、3本目。苦しいわ、これ。というわけで、チャレンジしていきまーす。まあ、とりあえず曲を弾くっていうよりか、はい、なんかこう、試して、いろいろね。てか、目隠しじゃちょっと、まあ、ポジションでできないからね。できないのか。ちょっと、まあ、いや、できるかもしれないけど、ミスるでしょ。じゃあ、ちょっとやっていきたいと思います。はーい。お願いします。ちょっとこれゆるっ、ゆるいね、新井さん、出たんですか。ちょっと、わかんねえ。もう完全にもう。ワンセット目いってみましょうか。はい、お願いします。ワンセット目。右手からいきます、右手からいきます。いきます。これネックです。はい。いや、マジ、ポジションマークないから見づらいな。そこまで変わるか。全然弾けないじゃん。Thank you.
なんでこんなゆるゆるになっちゃったんだろうね。どんなプレーで使ったんですか。あれあれあ、入れ替える。いや、マジわからん、はい、いや怖い、これ入れ替えます。はい、はい、大丈夫です。あ、大丈夫です。分かった。見ない見ない見ない。自分も結構やばいじゃないですか。足台ちゃんと乗っかってるかどうかさ、わかんないな。はい、じゃあ1台目お渡しします。手そのままで。あ、怖い。
音階？はい。あれこれなんか違うねこれ。ん？あ、ごめん。もうここで違うじゃないか。これ何これ？一応アラムフェスギター。アラムフェスギター比べなんで。ちょっとオクターブ低いのこれ。バスギターでしょ。もうさすもうさすすごいわね。長弦って同じなのこれ？違うんですよ。あ、そうなんだ。危険なんだよ。よく気づきましたね。同じアラームです。違う、合ってんのかこれ。全然違くないか。はい、すみません、ちょっと分かってごめんなさい、ごめんなさい、ちょっと遊びました。なんかちょっと持った感じは似てるけど、なんかここやったら全然違うよ。そうなんだ。はい、ちょっと待って、これ何に次？あ、じゃちゃんと、ちゃんとしたやつをね。ちゃんと目にしましょうか。あ、メモの時間取ります。大丈夫です。あ、もう大丈夫、頭が入ってる。はい。うん、じゃとりあえず一回終わりますか、これ。はい、わかりました。じゃあとりあえず。とりあえず次の工程に移りましょう。うん、じゃあ取るよ。はい。というわけで、僕と新井さんで答え合わせ、印象のね、答え合わせをしていこうと思うんですけど。見えねえんだけど。うん、いつまでやってるのそんな。あ、いらないと思う。いらない。茶番?2 つ難しいよね。グーとか全然違う2つだったら面白い。あれ、そうですね。ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。邪魔ですか？あ、大丈夫です、大丈夫です。各弦の傾向みたいな、なんとなく把握してるんですか？定型文みたいなのが一応あるんですよ。こういう弦ですよね、みたいなのが。はいはい、でも一応その弦のチョイスを一応自分でしてみたんですけど、こういう風に聞こえてきたらいいなっていうその全体のその感じは、なんとなくマッチ、自分の元々の企画として。1番目の、僕が弾いた時のね、1本目の印象、ちょっと新井さんからお願いしていいですか？低音弦がね、まあマイルドかなと。最初弾くじゃん。比べる対象がない。対象がないから、次の弾いたのと比べるとっていうことだから、なんかそういうの。まあ、マイルドっていう言い方も確かにできる。うん、けど、まあ大きな音で結構、わっていう印象だったんですよね。で、2番目がもうちょっとくっきりしたようなシックな感じが。パワーが出たってこと？パワーはあんま変わんない。音の輪郭、パワーはでも僕1番の方があったのかもしれない。でも2番はすごいいいなと思ったんですよね。まとまって音色が作りやすいなみたいな感じで、ちょっと渋い感じ。2番のその低音のイメージはあんまないんですか？パワーあり。パワーあり。はいはい。1よりね。あのまとまった僕の感じの通る感じのイメージを書いてますね。だからそのパワーっていうか遠くまで届いてるなって感じが。いや、音量もなんか全体で一番なんかあった気がするんだよ、ね、ありました。3番は低音の音色は一番良かったかな。あ、分かる。僕もいいって書いてある。響く、柔らかく響いて、うん、まあ、ちょっと印象としてはウェットな感じなんだけど、僕はね、うん、なんかすごいなんか歌いやすいような。うん、だからこれいいって書いてます。でもまあ弦もう分かっちゃってる。これ高音のせいで。高音で分かるもんね。高音のせいで分かっちゃうけど、すごくいいなと思う。4番は僕ね、なんかなんとなく1番に似たイメージって書いちゃってるんですよ。俺もこの2つが分かんないんだ、どっちか。あ、4と1？うん。で、弾いてても多分これなんだと思うんだ、分かんないの。ははは。衛星の場合は4と1でしょ？はいはい。まあでも全体的にね、いい弦だなっていう。印象、どれを使ってもいいなっていう。まあさっきから言ってるけど、高音源が同じっていうことなんだけど、高音がちょっとだけこうあんま出てないなって、これ答えたかな、多分。いたの。4番は結構僕は大きな音とかふくよかな感じのイメージ。でも1番とちょっと音の性質は似てるかなみたいな。これ何が違うんですか？材質は違うんだろうけど、同じナイロンですよね。同じナイロン。新井さんが4番目に弾いたやつと僕が3番目に弾いたやつは、まあ、ピンクなんじゃないかなと。あの、これの低音が非常にいいと。よかった。これの低音。はい。よかったです。よかったですよ。材質は同じです。やっぱり、まあ、一般的にはナイロンって言われる、その、まあ、
合成樹脂を使うのがこのクラシックギターの弦なんですけれども、はい、ピンクはそのトラディショナルシリーズっていっても結構その昔のまあ技術とかで作ってた時代から今も同じように作ろうっていうコンセプトだと思うので、クラシックギターのこの弦の最後のポリッシュというか磨きの作業が多分昔と同じような工程でやってる分、少しちょっと表面のこのカラッとザラッとする1、2、3円とかひょっとしたらあるんじゃないかなっていう、なんかガット弦だろうな、ガット弦だ、ガットの名残なんじゃないかっていう、うん、あ、そうかもしれない、その昔からあるんだったら、昔からのガット弦だったらちょっと似てるよね、手触りまあ、うん、だいぶ違うけど、もっとガット弦本当は当たるすごいじゃない、それに似せて作ってるのかなっていう、サウンドがちょっとそういう風になるかもしれないですね、うん、で低音弦っていうのはこの3種類とはタイプが違うの、タイプは違いますね、違う、はい、じゃあこれいいっすね、この低音弦、うん、普段弾くことあまりなかったんですけど、想像したよりもすごくあの柔らかい印象の、俺ちょっとこれだったら低音弦だけちょっと、いや僕もだから、いやこういう企画いいっすね、なんかあんまりこんなことやらないじゃないですか、あんまり普段自分で弾いてて全然注目してなかったです正直、低音弦これ流行るよこれ絶対ってことは、昔ながらの愛好家の方が低音だけ買ってくみたいな方もいらっしゃいます、ね、ああ分かるよねそれね、そうですね、これはいい、僕が弾いたやつの1とか4が意外とファンティーガなんじゃないかっていうね、本当は2であってほしいんですけど気持ち的には1と4のどっちかがファンティーガなんじゃないかっていう、あ、そうなんだ、なんか大きな音がした感じで、こう結構ファンティーガって結構骨太な感じのイメージなんですよ僕は、1か4がファンティーガであってほしいと、いや、じゃないかなって、でも2が僕結構気に入ってたんで、うん、本当だ、気に入ってるやつがカンティーガだってほしいなっていう願望、カンティーガ一番お値段っていうと高額、そうね、カンティーガが一番高いから、自分が弾いた時の好みとしては2と3なんですよ、で3はもう分かってるからピンクだから2がカンティーガだってほしいんですけど、とりあえず答えとしては2がカンティーガ、あ、じゃあ2がカンティーガにします、2がカンティーガ違うっぽいよなこれも、まあいいや、いや分からんな、まあでもその答え合わせはね、まあ、別に合ってなくていいんですよ、だって僕全部の弦多分試したことないです、やったことあるの多分ピンクを15年ぐらい前に1回弾いたことあるんですけど、カンティーガを最近使ってるっていうだけなんで、うん、新井さんじゃあその一番高額とされてるカンティーガプレミアムは何番だと思うんですか、衛星が弾いたやつ、僕が弾いたやつ、これ2番だと思いました全然違うよこいつらとか思って、大丈夫ちょっとリアクションなしで、こいつは大丈夫かこいつら、ちょっと不安にさせるリアクションするじゃんうんみたいなこいつら何も分かってねえなうんみたいなバカじゃねえのみたいなはい、こいつら耳悪いなみたいな、いやそればっかりやな、でもねこれ視聴者さんに言いたいのは、本当に全部良かったです、自分は使いたくないなと思うような弦はなかったです、なかったね、タバレスってちょっと他のメーカーさんと比べても少しちょっと金額高いかもってイメージ持たれる方いらっしゃるかもしれないですけど、うん、それでいうとそのクオリティがすごく高いと自負してますし、うん、まあ、一般的に言うちょっと初期不良みたいなものもあまり聞いたことがないので、かなり安定した品質のものをお届けできてるかなっていう、まあ、自負はあります、新井さんの3番が僕の2番じゃないですか、俺の3番と僕の2番が一緒じゃないですか、ね、そうだよ、そうだよね、うん、おお。俺3番はだからプレミアムだなと思ったわけ、はいはい、まあ、3と4、俺が弾いたのは3がプレミアムで4がピンク、これはピンク分かるからさ、はい、俺が弾いたのは1と2が分かんないんだよ、で衛星のは1と4が分かんないんだよ、そうね、僕の4と新井さんの1じゃないかな、ちょっと待って、もう一回、僕の4、衛星の4が新井さんの1じゃないかな、俺1、これ一応コラムかなと思ったわけ、1はで、衛星の4はコラムかなと思って、はいはいはい、あ、じゃあその2で、衛星の1はクラシックで俺の2番がクラシックかな、ここが2番ね、はい、いやだから、ね、ここの意見はぴったり合ってるのよ、商品と合ってるかどうかで、ね、そう僕と新井さんの聞いたやつが合ってるかどうかの答え合わせを発表お願いします、はい、お二人の意見はじゃあもう一緒という形で、ほぼ一緒ですね、はい、ほぼ一緒、まあ、僕先に答え合わせしちゃった、ピンクの弦ですね、谷川さんの3番目、はい、それから、新井さんの4番目は同じピンクである、ピンクですね、これはまあ正解です、次にまあガチッと最初に一致したプレミアムじゃないかとおっしゃってた谷川さんの2番目、新井さん3番、新井さんの3番目、これがプレミアムじゃないか、まあ、かつまあ一致しててこれはプレミアムじゃないかと、はい、そう、これはドゥルルルルルデン正解です、おおっしゃ
おお、よっしゃ、これが一番サバレスの中でも最近一番最新作で、うん、まあ、おすすめしてる、カンティーガプレミアム。はい、いやもうここまでやってる、ここまでやってたらもういいっしょ、もういいやってか一丁だから、そのさ、だからクラシックとコラムがなかなかわからないからさ、うん、え、ちょっと待って、僕の一番は新井さん何番ですか？俺は2番。いや、でそれを合ってるの、それは谷川さんの1番が新井さんの2番である、である、それで銘柄は、あ、であるっていうのは合ってるかどうかね。そうそうそう、それが正解であるかどうか。そうそうそう、これはドゥルルルダン、間違ってます。あー、ここ難しかったな。ここがちゃうんだ、これじゃないわけ。じゃあ1番1番ってこと？おっしゃる通り、あ、ここ入れ替えてないんです。1番1番って何？新井さんの一番と僕の1番一緒だったってこと？一緒なんです。ちょっと待って、1番ってじゃあコラムってこと？いや、まだそこ言ってない。あ、それ知らないけど、じゃあ銘柄お願いします。1番の銘柄、はい、じゃあ言います。僕らちょっと待って、衛星が引いた1番と新井さんの1番を一緒。俺はクラシックだと思ったのでしょ。クラシックってどれ？これこれこれ、これ、うん、いや僕正直そこね、分かんなかった。いや俺も分かんない。じゃあクラシックで、クラシックでドゥルルルデン、正解です。おお、すごい。ちょっと待って、俺は合ってたわけ？そうなんですよ、あのこれじゃないか、谷川さんの聞いてこれはこれってマッチさせたのは全部合ってる。ちょっと待って、コラムだと思うんだよね。1番だよね。1番です、はい、1番。1番俺コラムだ。あれ？あれ？4番が俺の1番でしょ。僕と新井さんはどっちも1番一緒なんですよ。衛星が引いた4番がコラムで、1番目に引いたのがクラシック。そう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 、それは合ってたんです、パーフェクトで。はいはい、その通りなんです。これ合ってんの？そう、うん、あ、俺が違うんだ、俺が引いたのが違うんだ。違う、そう、だからそこが惜しかったんです。ここね、めちゃくちゃ惜しかったんです。やっぱり惜しかったんですよ。はい、衛星は全然合ってんの？いや、僕だからその銘柄最後の2個は分かってなかったんで。これは衛星が引いた1番目がクラシック。はい、合ってる、合ってます。これじゃあ全部合ってる、合ってます。そう、あー、で、自分で引いた時に入れ替わっちゃったんで、あので、間違っちゃった、ね、そうなんです、入れ替わっちゃった。それ変だな。いやでも、客観的に聞こえてきた部分はパーフェクトだったと思う。そういうことです、そうです、そうです。でも僕と新井さんの印象がまずマッチしたのが、うん、これは結構でかいですよね。でかい、比較としては素晴らしい、素晴らしい。でもまあ、なるほど。じゃあ、僕の4番、新井さんの2番がコラムと。そうです、コラムです。なるほど、こういうイメージの音なんですね。ちょっと個体差もない？これが貼ったの良すぎたんだけど、ギターのせいかな。ただ高音も含めてってことね。他のに貼ってあれが出るのかな。で、要するにあのピンクの弦に貼ったやつを全部これに入れ替えたらあの音なのかな。いや、まあ楽器の個体差じゃないですか。個体差もあるのかな。もちろん個体差はあると思いますし、だったら買いだよ。え、どれなんですか、それじゃあプレミアム貼ってるやつ。プレミアム貼ってあるやつは、今だから3番目これ。あ、ごめんなさい、俺の3番目、3番目、俺が引いたやつでしょ。だからプレミアム3番目で引いたらこれでしょ。これがプレミアム。これはなんかもう全然高音がまず、だって高音が違うんだもん、この出方が。でも高音はだってあと2つは同じだもんね。パーンってこのタラランって弾いただけで全然違う、これ。まあ綺麗です。なんか普通に弾いてて気持ちいい音をしてましたよね、うん、なんかの間違いなんじゃないかなと思うぐらいですね、これ。僕そのアランフェス別に詳しくないですけど、これもすごいよね。い印象としては、まあ、今日弾いてね、印象変わりましたけど、なんだろう、もうちょっと安価な入門用ギターみたいなイメージがすごい強かった。音作りももうできるんだなみたいな。特にアランフェスおっしゃる通り、入門の方に使っていただく、特にこのモデルもそうですし、中くらい、まあ、それでいうと20万円のモデルと25万円のモデルの差が出てくるんですけど、いろんな幅の方に手に取っていただきやすい、特に日本人の方に使っていただけるようにということで研究をして作ったギターたちなので、初めての人とかにも使っていただきやすいように、いろいろと工夫はしてます。いや、僕でも今回この企画やってよかったなと思ったら、このまず弦とあとこの楽器ちょっと侮ってましたね。正直そんな違わないだろうと。うん、自分がいつも使ってる弦以外はまあもう使わなくてもいいかなみたいな。でもちょっとこのピンクとかもそうだけど、だからピンクとね、クリスタルの詰め合わせ出たらすごくない？確かに。さすがにね、ピンクのこの高音は
いや、なんか狙いがあったら使えると思うんですけど、自分の今のスタイルにはやっぱこのシャリシャリはちょっと合わないから。サバレスピンクセットってさ、あのニュークリスタルピンクセットって検討します。それはあの SIE さんで出しちゃできるの、オリジナルコンビネーションパッケージみたいな。バラ売りっていうのをしてますので、あ、そうか。そう、例えばあのごひいきのご機転さんに来ていただいて、ピンクの低音と高音はナイロンのニュークリスタルで欲しいんですけど、で言っていただける、はい、特に専門店さんとかは、まあ、在庫していただいてるお店もあると思いますし、あの、まあ、大手楽器店さんでもお取り寄せなんかができると思うので、そこはご自身の好みを見つけていただければ。いや、おすすめですよ、ピンク弦、ね、低音ね、低音ありがとうございます。で、キュシちゃんセットとかカオリちゃんセットとかあるでしょ。じゃあ、トモドルセットね。そっち売れねえな。誰も、誰でトモドリってやつね。なんじゃこりゃ。ハイブリッドセットで、まあ、それでいいよ。すごいですね、なんか僕らなんかやらせぐらい今褒めてるけど、結構マジです、うん、まあでもサワレスゲンもアラームスギーターも素晴らしかったですね、うん、いやハンディガプレミアムはまあもう鉄板っすね、もう最近ね。そうですね、うん、もういろんなギタリストの方も使っていただいてますし、ね、あの制作家の方がご自身の出荷用の弦として使っていただいてる方もたくさんいらっしゃる。だいたいできたから、ね、我々400円分の差を聞けって言ったって無理でしょ、本当は。まあでもでも本当は無理だよね。でもやっぱ違いがあるってことはね、どれも一緒だよなって言えないよね、本当に。言えない。値段の良し悪しっていうより性格の違いみたいなのの方が強く感じました、ね、楽器によってはこれが合うとかそういう感じで使い分けるありそうだね。音色を変えようと思って、例えば楽器を買い替えるとか楽器を変えるってすごい労力がかかるんですけど、意外と弦を変える、いろいろ試してみるってそんなにこうあの金額がかかる行為ではないので、その過程でこういろんな弦を試していただいて自分の好みだったり楽器の特性とマッチする弦を探してあげるっていう作業も、その楽器のこの音楽の性格をこう豊かにする一個の要素じゃないかなっていうふうには感じます、ね、そう、そこ面白いんですけどね、本当はね。結構弦変えるの億劫な人多いからね。だからさ、その例えば誰かがまあなんとかって弦がいいよってそのまま貼るんじゃなくて、自分でこういろいろ、まあちょっとはさ、それはじゃあめっちゃ安いわけじゃないじゃん、これだってね、2000円以上するわけだからさ、じゃあこれ次これ貼ってみようかな、あれかなって言ってさ、自分好みにカスタマイズしていくっていうのはカスタマイズ楽しいんで、まあぜひ皆さんもちょっと自分でいろいろな弦を買って、うん、試しにまずこれを、そうね、サバレスこの4種類あって、ご自身でもね、試してみてください。とりあえず大成功。そうですね、とりあえずまあありがとうございます。これがあってたらよかったわ、これが。そう。ハンディがプレミアムがあったのだけでもう僕はもうそれだけでいいっす。お見事でした。はい。ありがとうございます。じゃあ次の動画へ。